こんにちは、東北キリタンです。前回は立山の大自然を堪能してきましたので、いよいよ黒部ダムへと向かっていきます。もう思い残すことはありません。星の空ビール買ってきましたし、あ、いやこれは家族のお土産でして、正午がビール飲むわけないじゃないですか。次乗る乗り物はトロリーバスという日本で唯一ここだけにある乗り物に乗ります。ラッキーなことに一番前の席を確保できました。このトロリーバスは、さっき板室堂駅からおよそ10分程度で大観望駅に到着します。その間は、ひたすらトンネル。この上には、北アルプスの主峰、小山がそびえ立っています。このトロリーバスは、電車と同様、上に引かれた架線から電気を取ってきてモーターを回して走行しています。なので、法律上は電車や列車と同じ位置づけになっており、このトンネル内にある標識や信号機などの設備は、鉄道のそれに準じた形式となっているようです。立山トンネルのトンネル幅はそこまで広くなく、トロリーバス1台を通すのがやっと。なので途中でこのように離合地点が存在します。この離合地点が小山山頂の直下なんだそうです。そしてそのすぐ先には青色にライトアップされた区間が。破砕帯と呼ばれる場所でトンネル工事の際に大量に水が噴出して難工事となった場所らしいです。ここはあの映画黒部の太陽で有名となった関電トンネルの大破砕帯ではありませんが、そこに劣らないほど難工事だったようで、ここを突破するのに13ヶ月も要したのでした。これは関電トンネルの大破砕帯の突破よりもさらに長い期間を要したことになります。分岐路から外が見えます。結構浅いところ走ってるんですかね。ちなみにさっきの分岐は雷電駅という今は廃駅となった途中駅へと続く道となります。大観望駅に到着です。ここから次はロープウェイに乗り換えです。の前にここの景色もなかなか綺麗らしいので、まずはそっちから。ここが展望デッキ。でかい雪の塊が残ってますね。もう8月になるんですが、こんなに残るもんなんですね。ちなみに半袖でも特に寒いとは感じるような温度ではなく、普通に涼しいくらいでした。そしてこの景色、絶景ですね。下に見えている湖は黒部湖。黒部ダムによってせき止められている湖です。次乗るロープウェイは一気にここを下って黒部ダムの付近まで降りることができます。黒い何かがいっぱい飛んでますが、あれはツバメの大群です。山にもツバメっているんですね。実はさらに上の展望デッキも存在するようで、せっかくなのでそっちにも行ってみることに。ここは室堂駅よりは標高は低いですが、標高2316メートル、酸素が薄いので階段はゆっくり登ってくれとの注意書きがありました。確かに息切れしやすいような気もします。マスクもしてますし余計。さて最上階の展望デッキへと出てきました。ちょっと日が差してきましたね。あそこ歩道がありますが、徒歩で降りるようでしょうか。ここ大観望駅は断崖絶壁に存在する駅なので、駅から外には出ることはできず、完全に乗り換え専用の場所って感じになっています。さてさて、次の乗り物ロープウェイに乗っていきましょう。こうやって見ると鉄の箱が中に浮いていて、こっちに来てるかのように見えますね。ここ立山ロープウェイは途中に支柱が1本も設けられておらず、これをワンスパン方式というのですが、この方式のロープウェイとしては日本最長のロープウェイとなりそうです。これちょっと怖いですね。ロープウェイの定員は70名ほど。例によって満員です。結構スピード出しますね。7分程度かけて一気に488メートル下っていきます。改めて乗るとかなり高いですね。高所恐怖症の方は生きた心地がしないでしょう。まあ、私は幼くして高所恐怖症は克服しているので、問題ないです。ちなみに、下りのロープウェイ乗るなら、進行方向右側へ行った方が綺麗な景色が見れそうです。黒部ダムとかがよく見えそう。なんだかんだ速攻で終点の黒部平駅に到着しました。遥か向こう側に大観望駅が見えてます。これどうやって建設したんですかね。よく作りますわ。もともと神石未踏であった立山一帯、今は簡単にその地に足を踏み入れ気軽に観光することが可能です。ここ黒部平駅は大観望駅とは違って崖にあるわけではないので、外に出て探索することができます。とは言っても、登山道くらいしかないので、あまり外に出て探索といったことはできませんでした。ここから歩いて7、8時間かければ、室堂まで行けるようです。というわけで黒部ダムへ向かうには、もうちょっと乗り物を乗っていく必要があります。それがこちらのケーブルカー。
こちらも相当な混雑っぷり。こちらのケーブルカーは全線がトンネルの中に作られており、373メートルを一気に下っていきます。あっという間に到着です。ここ黒部湖駅は黒部ダムに直結している駅となります。こういう謎の分岐いいですよね。興味がそそられます。冷たい風が吹き荒れてました。出口と入り口でこう口が分かれてるのかな。こういう人工物が人跡未踏の地であったこの場所にあるっていうのがなかなか感慨深いです。この扉の向こうが黒部ダムの天場、つまりダムの一番高いところにある道路になります。天気がめっちゃ良い。高さ186メートル。紛れもなく日本一高いダムとなり、かつ富山県で一番高い建造物となります。この高さは埼玉県で一番高いビル、エルザタワー55よりわずかに高いといった感じです。黒部ダムを含む周辺の建設工事における総工費は当時の金額でおよそ513億円。1956年から1963年の約7年もの期間を要し、延べ1000万人もの人を動員、殉職者を171人出すなど、まさに世紀の大工事でした。かつては人を寄せ付けないほど過酷なこの地になぜこんなにも大きなダムが建設されたのでしょうか。昔、戦後直後の日本では電力需要のほとんどを水力発電に頼っていたような状況でした。当然水がないと発電することができず、雨の少ない時期になるとたびたび停電が発生していました。後の高度経済成長期を迎える昭和30年代になると、さらに電力不足は深刻になり、関西地方では一般家庭で週3日、工場では週2日電力の使用を制限させられ、停電なんてしょっちゅう起こるような現在では考えられない状況に陥ってました。こういった状況を打開するため、関西電力ではかねてより水力電源開発が盛んに行われていた黒部川に新たな発電所を建設しようと考え、いろいろと調査が行われ、その結果ここに大きなダムを作って、それを元に発電すれば関西地区の消費電力を一気に賄えることが分かった関西電力は、当時自社の資本金の3倍の総工費をかけ工事に臨みました。当然簡単にはいかず、映画にもなっている通り、様々な難所、事故を乗り越え、完成させた結果、大阪府の電力需要の 50% を賄えるような大きな発電量を生み出し、電力不足解消に大きな役割を果たしました。これらは世界的にも評価され、2010年に国際電気電子学会である IEEE よりマイルストーンの認定をされたほどです。とまあ、いろいろ解説してきましたが、そろそろお腹が空いてきました。朝食べた駅弁以来何も食べていないので、昼食にしたいと思います。昼食はこれ、ダムカレーなるもので、ご飯がダムの本体、カレールーがダム湖に見立てて作られたものになります。疲れた体に甘口のカレーがしみるしみる。さて、今は16時30分頃、そろそろ帰りのバスに乗らないと家に帰れないので、帰路に着きます。このバス乗り場についても地下にあるので、こういったトンネルを通って向かいます。いろんなところで水が湧いてるんですね。というわけで黒部ダム駅に到着しましたが、すでにものすごい人の数です。最後に乗るのがこのバス。もともとはトロリーバスでしたが、今は電気バスでの運行となっています。ここの名前が黒部ダム駅なのはその名残と言えます。結構人が多かったんで、座ることは叶いませんでした。このトンネルこそが映画、黒部の太陽で描かれた難工事の現場ということになります。このトンネルと分岐する形で、黒部トンネルと呼ばれるトンネルも掘られており、長さはなんと 10km もあります。そちらに進むと、黒部川外温発電所へと向かうことができますが、こちらは普段行くことはできません。ここに行くには、見学会の公募に応募して、抽選に当たる必要があるのです。このオレンジの箇所が、トンネルの貫通点なんだそうです。長野県に入りました。そして、見えてきた青いライトの箇所、立山トンネルと同じで、大破砕帯の箇所となります。このトンネル工事で、一番の難所と言われた場所です。長さは、立山トンネルより長そう。摂氏4度、最大毎秒660リットルの水が、トンネルの切り刃、つまり、坑道の先端から、噴出しており、この区間、およそ80メートルを突破するのに、7ヶ月もの月日を要したのでした。この関連バスが走っている背景として、この場所は国立公園内に掘られたトンネルであり、このトンネルの建設許可の条件として、一般公衆の利用に供することとされたため、このように観光バスが走り、黒部ダム周辺が観光地化し、アルペンルートも開通したのでした。さて、トンネルを抜けて、大木沢駅へと到着しました。アルペンルート最後の駅、唯一長野県側にある駅です。では、本日の動画はこれで終了にしたいと思います。
ちなみに、ここから家に帰るには、バスに1時間ほど乗って長野駅まで行く必要があります。遠い。ではご視聴いただき、ありがとうございました。もしいいなと思いましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまた。